説明しよう。アマングアスとは、裏切り者と市民に分かれて行ういわゆる人狼ゲームである。裏切り者は1人から2人、市民は全員が与えられたタスクを終わらせることで勝利することもできるが、話し合いをして裏切り者をあぶり出し投票で追放することでも勝利できる。話し合いは死体を発見した時、またはロビーの赤いボタンを押すことでも開始できる。その話し合いでは誰かに投票することもできるし、投票をスキップすることもできる。最多の得票数となった者はゲームから追放される。裏切り者は市民と裏切り者が同じ人数になるまで殺せば勝ち。裏切り者はタスクを行うことはできないが、停電を起こして視界を暗くしたり、ドアを封鎖したりして邪魔できる。酸素を薄くしたり、エンジンを破壊したりするとカウントダウンが始まり、カウントがゼロになっても裏切り者の勝利となる。また裏切り者しか使えないダクトを使って逃げることもできる。さあ、俺そろそろインポスター来てもいいんじゃねえかなと思って。来た来た、インポスター来た。殺人鬼、俺の名は殺人鬼、俺の名はジェイソン。13日目の金曜日。さあ、まずは一回ちょっとこの辺のタスクをちょっとやってる。あ、ちょっと待って、あ、行かないで、ちょっと行かないでよ。これね、あんまりね早く殺しすぎるとかなり危険なんで、これ一回みんな散らばってからの方がいいんですよね、基本的に。誰もいないか今。よしいいぞ、これで時間を稼げ、これ時間を稼いでいけ、これ時間を稼げ。誰かと合流したいな。あ、オッケー、これ合流しよう。一回合流していこう。これ合流してちょっと一回怪しまれないような動き方をして、ちょっと一緒に行って、はいはい。あ、クロスメンスそこにいんのね。なるほどね。なんであいつ、ここ、あいつ何してんの。あ、そっかそっか。あ、今停電になってんのか。なるほどな。はい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 。OK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 。で、これでちょっと停電を解除しつつ、あいつも一応、自分の身を潔白をなんか話そうとしてんだな。うん。はいはい、バカな、やばいってこれは。じゃあ見つからないわけだ。バイタルで確認して向かったんですけど、探したんですけど見当たらなかったんで。ああ、セキュリティ。これはやばいって。ちょっと停電したからついでにセキュリティ行って確認しようと思ったら死んでたんで。でも今あれ、結構停電のとこにいたのがクロセミさんと俺と。これもいました。鳥さんとカズーラさんもいましたね。カズーラ、あー、4人ぐらい確かいましたね。で、カズーラさん途中から俺ずっと一緒に行動してたんで、うん、じゃあこれさ、ローラーでさ、トールさんとアカンさんやってったらいいんじゃん。また違いますよ。僕はね、僕怖くて隠れてましたよ、ずっと。私停電になった瞬間バイタルに走ってったんで。バイタルに走ってた。なるほどなるほどなるほど。別にこのトールさん、アカンさんに黒がいるとは思えないですよ、自分も。もうみんなが怖くても無理。なるほど。一人でちょっとタスクを頑張ります。釣ります今回は。釣らないとまずくないですか、でも。いや、これそろそろ。2人やられたら終わりってことですか、これ。まあでもこれ終わちょっとやばいな。これ終わってももう一回ちょっと議論した方がいいですね、これは。一旦まだ一応30秒ぐらいあるんで。誰釣ります？わかんなすぎんだよなこれ、うん、なんか見た人、見た人いないですか、なんか誰ともすれ違ってる。岡さんが死んでる時点では鳥さんは多分違うんで、絶対に。ユウさん一番最初に右の方向行ったんで、あのラボの方に。死んでるなら右側なんですよ。あの心電図っていうか、あれ見たときにユウさんも多分あの岡さん死んでることに気づいて、あれ探しに行ったんですよ。うん、これもちょっともう一回議論した方がいいですね、これね。一回スキップで間に合わないですね、これは。まずい。いけるぞ俺嘘下手くそやけどな。ちょっとこれはクロセミさんと一緒にいながら
これはまだ押さない方がいい。これはここ一緒にみんなでいて、これそろそろ押した方がいいんじゃない？サボタージュ行って、サボタージュやって、サボタージュやって、やばいやばい、解除終わりました。助けてください、助けてください。あ、どうしました？あの所長に追っかけられてます。いや追っかけてねえから別に。もう分かんないから所長投票します。なんでだよ、俺なんもしてねえのに。え、もう私投票先変えられないんだけど。カズーラさんかな、ずっと投票のボタン、投票じゃないわ、会議室のボタンの前にいたの。いや、もう俺って、俺がおった、俺がおった。所長と鳥さんと黒崎さんだっけ。そうそうそう、あれだった。キューさんもいましたよね。お、俺もいた、ずっと。で、俺ちょいちょい近づかれるから、なんかちょいちょい逃げていって停電した瞬間に俺は一応直しに走ったけど、速攻で終わったからすぐ逃げてきたけど、まあ結局ここで誰か釣らなきゃいけないから、釣らなきゃいけないのは事実。まあそれはそうですよね。所長すいません。まあ、一旦じゃあ俺釣ってもらって。逆に所長は誰だと思います？いや、わかんねえな、誰だろうな。でもさっきトールさんとアカンさん怪しかったんですよね、だから俺の中では。そうですね、まあそうですね、だからまあなんかちょっとトールさんの動き、トールさんじゃなさそうな気したんで、アカンさんなのかなってちょっと思ってるんですけど。でもあの電源解除したの、速攻で直したの私ですから。まあ、自分でっていうのもレーターできるんじゃないですか。まあね。次はカンさん。バレた！バレた！くそ。いや、キルがもうちょっと早ければな、いけるんだけどな、多分。キルがもうちょっと早ければいけたんだけど、もうしゃあないわ。ちょっとこれサポートしてあげるか、じゃあ。サポートしてあげて、一回、ラボラトリー。ラボラトリー、いや、みんながいなくなったところでラボラトリーか。ちょっと一回クロセミさんの動きを見ながら、これ一回ラボラトリーでこれちょっと混乱させよう。これで相手を混乱させて、両方とも行かなければまずいよという状態にして、この隙を乗じてやるんだ。行け、ぶち殺せ。よしよしよし、いいぞ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 、クロセミ氏いいぞ、クロセミ氏いいぞ、いいぞ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 。さあ移動した、どこに移動した、やつはどこに移動した、どこに移動した、さあどこにいるんだ、彼は。さあやつはどこにいる。あれ、おう、もう俺はもう、俺はもう黒セミさんです。絶対に黒セミさんで、黒セミさんで、ちょまず一つ根拠があります。まず必要に追いかけてました。いやだからなんかあれ怖がれてるのかなと思って離れたじゃないですか。でその後俺戻ったんですよ、あの一番最初の時間に、はい、そしたらセミさんもいたんですよ。で一緒に行ってたんですよ、後ろから誰も来ない。ってことは黒セミさんと鳥さんがいたんで、鳥さん死んでるって言ったら黒セミさんが、いやーマジか、そう言われてしまうともう無理だな。もう俺何も考えてねえな、やべえ。脳死でタスクいってる。なんで勝ってるんだろう。もうちょっとでトールさんキルできたのに、チキショウ。くっそ、あと2秒早ければ復活がキルの。こいつ絶対殺すって思いながらめっちゃ追いかけてたから俺。さあ運命のデュエルが始まっていくぜ、運命の罰ゲーム。さあ俺はクリューメイト、まあ平民側ですね、平民側からスタートしていく。さあこの辺にめちゃくちゃ固まってるから、これ一回キルされるとかいうパターンもあるよ。大丈夫かな、
ここ大丈夫そうだな。ちょっと一回ユーズ俺もしようか。ここはね、結構タスクが簡単なんで、さし方タスクをこなしていく。緑黒黄色がここにいる。これ色を覚えるの結構大事なんですよね。緑黒黄色がここにいて、でそろそろ誰か殺してたらもうわかるみたいなとこあるんだけど、緑黒黄色そっち行った、黒こっち行く、黄色こっち行くか。じゃあさあどうだろう、そろそろここ来るんじゃないか、そろそろここ来るか、そろそろ停電の可能性あるよ。あ、来た。オッケー、分かってる、そんなの。分かってんだ、こっち読んでんだよ。もうすぐ解除よ。即座に解除。オッケー。これ即座解除だから、多分これ、ユウさんは俺のことを疑ってないと思う、さすがに。こんな早く解除するわけないから、鬼が。これ多分さすがに大丈夫で、さすがに俺大丈夫で、ちょっと俺もタスクやりてえんだけど、タスクやるの怖えんだよな。これやっていいっすか、俺自分。いや、怖え、トリッピーも。怖い。来んねよ、来んねよ。お、めっちゃ追われてるぞ。ごめんなさい。あら。二人死んでたんで、さすがに呼びます。やっば。お、二人死んでる。で、やっば。俺ほぼ確証ついてます。なんでしょう。お。俺黒セミさんがガチで怪しいです。あれ、いや。バイタル見て、で、俺、通報しようとしたんですよ。おうおう。したら、めっちゃ追いかけてきて。あれ、殺意抑えられてないんじゃないですか、黒セミさん。いや、まさかまさか、そんなことはしてない。ちょっと、殺意解消してみますか。ちょっと、一個言っていいですか。一個だけ、ただ、ユウさんは、俺が、電気解除したとこ見ましたよね。見てますね。これ、俺、白ってことでいいですよね、基本的には。俺、結構白だとは思ってます。で、俺が最初、多分リュウさんから見て、結構黒寄りかどうかっていう判断を多分してて、で、それで多分距離取ってて、で、その後に、リュウさん、ちょっと距離取りつつで、で、電気解除した後も少し距離取ってたから、俺に対して多分、距離取ってたのは見てるから、俺それの後無視して、ちゃんと殺せるタイミングで、俺殺さずにそのまま下行ってますからね、リュウさん。ここ違うな。ここ違うな。で、俺ね、トリッペにめっちゃ追われたんだよね。その後ユウさんいなくなって俺一人になった時、トリッピーにめっちゃ割れたんだよ俺。マジか。あれっすよ、アカンさんとはぐれて、で戻ってきたらリュウさん追っただから、ついてこうでついてってただけですよ。いやー、それはその前はどこにいました、うん、鳥さん最初ラボの方行って、途中で一旦見失って、俺が操作殴って、はい、これ分かりました。これ鳥さんです。俺もなんか鳥さんな気がする。よし、よし、一人釣れるぞ。よし。一人釣ったらでかいぞ。自分じゃない。これ次黒セミさんだろ。これ次黒セミさんってことでいいか。大丈夫か。いや。なんらどうしました。なんらなんか説得力のある反論ができておりませんが、大丈夫でしょうか。やべ、何もしなかった俺。あ、よし、これは来た。いやだって今絶対めちゃくちゃ追ってきたよな、あいつ。クソ危ないよね、あの人の動き。俺絶対今トリピー親じゃねえ、親ってなんだ、麻雀か、犯人やと思うわ。じゃなかったらっておかしいだろ。これ俺一人で行っていいもんなのか、これ大丈夫か、俺一人で行って、これ一人で行ったらまずいか。これ誰か一緒に来てくれると嬉しいんだけどな。まあでもちょっと向こう行ってる可能性があるから、ちょっと一応誰か行ってる可能性にかけて、ここ俺自分で解除しに行こうとするけど、誰もいない、誰も来てくれない。ちょ、頼むマジでセカンドユーザー全然来んやん、まずいやんけ。あと25秒、やばいよこれ。解除しないと俺終わる、やばい。向こう誰もいないのか、何してんだ。あと18秒やぞ。ちょ、俺率先して解除してんだからよ。あ、来た、危ねえ。誰だろう。はい、どうしました。2人死んでる。え、あれなんか、誰だ、あ、カズラさんかが殺されてるのかな。うん。今ちなみに右側に行った人誰、右の、右の緊急止める。はい、僕です。で、多分左側リュウさん行ってるんですよね。はい、リュウさんは今通報したのね。
あ、そうそう。で、俺ずっと通報のところで構えてて、黒セミさんだけが残ってたんです、最後。あ、自分、あの、左側のあっち行ってましたよ。え、左側ってどこっすか？あの、なんだっけ。緊急ミッションのやつ？緊急通報止めるやつ、はい、ちなみに、どんな感じのルートで行ってます？ちなみに、緊急通報を止めに来た人誰もいないんですよ。俺が止めてるだけで。あ、そうそう、二人だけのはずなんですよ。で、その途中で、これ、黒セミさん、もう、ほぼ、黒セミ、名前負けしないですね、また。あなた、名前全然負けしなくて素晴らしいです。違います。お疲れ様でした。自分は白なんですよ。お疲れ様でした。黒セミさん、誰ですか？誰？誰？トールさんですよ。俺？マジで？じゃあ、俺に入れようか。強靭すぎるだろ、そのプレイングは。そのプレイングは強靭すぎるだろ。やだー、痛くない。お前何して、トールさんマジ何してんすか。今自分に入れてたらあれっすよ、あの黒セミさんがもしトールさんに入れてたら今22で殺せてませんからね。今ほんと強靭すぎますよ、トールさんは。強靭だろた。